おはようございます。というわけで第21回、翔平図の大会試合です。多分前回の雨の中やばい試合あったじゃないですか。この間来たメンバーが多分ほぼなんですけど、初めてのメンバーもいるんで、はい、仲良くしてください。はい、じゃあ自己紹介を大きな声で大井チャンネルに聞こえるぐらいの大きさでいきましょう。おはようございます、中山優太です。右の指で1です。好きな色はみんな離れていってるから、みんな離れていってますよ。 OK、 いい感じ、以上です。以上です。普通に普通に飯塚です。お願いします。はいよ、田中です。よろしくお願いします。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 田島です。よろしくお願いします。お願いします。日本チャンネルのヒュータです。はい、お願いします。石川です。お願いします。お願いします。パッチです。お願いします。お願いします。村山です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。リトです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ジュンです。お願いします。お願いします。のぞみちゃんです。お願いします。埼玉から高校は新潟行って、開志学園っていうところで女子野球やってた子です。はい、外野手です。キャッチャーもできます。お願いします。で、田中楽です。お願いします。今日先発の坂口くんです。お願いします。お願いします。じゃあオーダー発表します。1試合目、1番ショート田中、はい、2番 DH 翔平、3番塚さん、セカンド、はい、4番レフト田島さん、はい、5番ファースト村山さん、はい、6番ピッチャー坂口くん、7番キャッチャー石川くん、はい、8番サード朝日、9番ライト和樹、10番センターのぞみちゃん、いきます。で、3イニングから4イニングぐらいで交代で、ショートにカスヤくん、セカンドユータくん、ファーストヒロト、でピッチャーラク、田中くんね、キャッチャーシュンさん、でサードリント、ライトに藤本くんって感じでありますんで、マジで全部負けてるんで、まあ、今日勝ちましょう。いきましょう。お願いします。お願いします。よし、はい、どうも、翔平 TV です。本日は翔平図対ディッカーズの試合をお届けします。1番、岐阜県から来ました田中将くんが今回1番バッターです。そして相手ピッチャートルネード左腕の本間さん、さあ翔平図打ち崩せるか。1番ショート田中将彦、はい、これ素晴らしいね、いい球が決まりました。さあ田中将くんね、憧れの関東でのね、ディッカーズ戦どうですかね。はい、こちら外外れてボール、まあ、左なんでね、どうでしょうかね、遠く見えるかもしれません。3球目、はい、これ大きく曲がるね、スライダーですね。そして次のボール、はい、これね、まっすぐね、アウトコースいっぱいに決まりました。さあ次のボール、はい、これはい、これね、ストライクアウト、ビタビタスライダーで三振となります。2番指名打者翔平 TP、 背番号18。さあ本日もですね、スタジアム DJ をお送りしながら実況をしていきたいと思います。さあ2番翔平 TV、 さあどんなバッティングをするのか。さあ初球、はい、これね、はい、豪快にね振りましたが、ちょっとなんかボール落ちたかなーっていう感じがしました。さあ第2球目もね、まっすぐだと思って振り切っていきます。はい、これね、変化球が抜けてボール。さあ次は来るかなと思って、まっすぐ絞りでいきますよ。この後の規格外の打球なのかどうなんだ、こりゃ投げた、はいはい、よし、あい、これはまさか逆方向へ大きい打球、これはラッキーゾーンか、入りました、ホームラン、翔平 TV ホームラン、ナオピーがね設置したラッキーゾーンへ突き刺さるホームランとなります。さあディッカーズメンバーもね、顔見知りいらっしゃいますんで、みんなハイタッチしております。さあ最後キャッチャーとも
ハイタッチと、はい、先制のねホームインをしました。さあこの勢いで翔平ズ追加点が欲しいところ。続いて強打者の塚さん、樹徳高校、そして SWBC ジャパン A、 そしてゴリラクリニックベースボール所属だった彼がどんなバッティングをするか。3番セカンド飯塚直也。さあ塚さん結構打ちそうなねオーラがありますから雰囲気もいいですよ。さあはい、これねまっすぐ真ん中高め、はい、豪快なフルスイングで空振りと。さあ追い込まれました塚さん。さあ追い込まれましたよ、下半身がすごい。そしてはい、これかけーかけーと打ちましたが、これは上がってセカンドフライとなります。はい、そしてツーアウト、4番の田島さん。さあどんなバッティングをするか。4番レフト翔平田島さん。さあ翔平ズは1点先制しております。田島さん集中しております。ちょっとカメラボケております。さあこれサードゴロ、作新学院出身の健さんがさばいてアウトチェンジとなります。さあ1対0。そしてディッカーズの攻撃は1番のナオピーチャンネル、翔平ズピッチャーは坂口くんです。はい、おたけびスイングのナオピーチャンネル、実は昔関西の独立リーグで野球をしていたナオピー、そして現在は軟式と硬式野球両方とも所属しているナオピー、まさかの四死球。そして2番バッターは走れ大井チャンネルの大井祐希さんです。さあどんなバッティングをするのか。さあバントの構えをしております。ランナー1塁から坂口くん投げて、はい、これうまくバントを決めて、はい、進塁でランナー2塁、ワンアウトランナー2塁となります。そして3番バッターは八戸学院光星出身、坂本の2個下の後輩、翔平の1個上、馬淵さん。スーパーバッターですよ、めちゃめちゃ飛ばしますこのバッター。さあどうなるか。はい、これねフォアボールとなりまして、ランナー1、2塁となります。ワンアウトランナー1、2塁。そして4番の作新学院出身のケンさん、昨日ですね歯医者の予約を忘れていたケンさんです。さあケンさんのバッティングが、まさかのこの打球はラッキーゾーンを超えるか、歯医者への謝罪なのか、これが逆転スリーランホームランとなります。ナイスバッティング、速攻で逆転されました。翔平のねホームランがもう悲しく散りましたね。はい、ほんと一人一人のポテンシャルがいいんですけど、本当にこの団結してやってるのがもうすごいですね、やっぱディッカーズさん。そしてこの後次のバッターがサードゴロになりまして、ツーアウトランナーなし、そしてその後フォアボールでランナーを許し3投までされ、そしてまさかのホームスチール、これは決まらずこちらでアウトにしてチェンジとなります。ツーアウトランナー3塁でも本当にこう油断できませんでしたね。本日はここまでです。次回乱打戦を置きます。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちら。はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要あるのか、重要あるのか。いや、もうそれだって、伝統の玉沢さんなんで。そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とか、もらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ、初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけてその状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでも、そうですね、言い訳だけどね。そうロン T120 飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、
背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚してってこちら応募条件がいくらかあるんですけど動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント前原スポーツさんのグローブ欲しいです玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてくださいそれで11月末に発表します10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど11月30日に当選発表しますんでまあ、こちらももらえるということで今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、で11月がこちらなので皆さんぜひともチャンネル登録コメント高評価インスタのフォローよろしくお願いしますそれではありがとうございましたチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますそれではありがとうございました翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にありますチェックよろしくチャンネル登録1万人突破皆さん本当にありがとうございます2万人3万人4万人と頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いしますチャンネル登録は必須でお願いします